皆さん、こんにちは。欧米との架け橋になりたいロキです。アシスタントちゃんです。寒くなりましたが、今日も世界征服していきましょうね。ということで今回は、オスマン帝国で世界征服していこうと思いますよ。特徴紹介とどんな方法で進めるかは、内省をしながら紹介していくぞ。では、早速やっていこうか。まずは、オスマンの特徴を見てみよう。こんな感じだよ。オスマンは、高位ユニットの生産と戦闘で恩恵を受けることができる。さらには、占領した他の都市の人口が減らない。まさに軍事特化の文明と言えるだろうな。固有ユニットはユニチェリで、マスケット兵よりも強力だ。ただ、訓練した都市の人口が減ってしまうのが難点かな。今回はユニチェリと高位ユニットで、世界制覇を目指していきます。ただし、メインは高位ユニットになる予定だ。ユニチェリに頼りすぎると人口減で力不足になるからな。ほどほどに。いつものように都市を拡大していきますよ。開拓した都市はまだまだ不毛の地なので、タイル開発も忘れずに。少しでも軍事的有利を取るために、科学優先で都市開発を進めるぜ。文明のレベルを上げるためにタイル改善中です。今回は立地が良かった。食料も生産力も確保できそうだ。やり直す前の立地はひどかったもんね。順調に都市の開拓も進んで、現在は4つまで増やせました。今後の都市計画はこんな感じを予定している。海軍を作れるように海沿いに都市を確保したい。首都でも良さそうだけど、負荷がかかりすぎるのも良くないしな。あとは、とにかく数を増やすこと。世界制覇のためには、都市の力が全てだからな。あとはいつものように戦略資源を確保できるかかな。オスマン固有のグランドバザールも建設して、上手に確保したいね。これがある都市は戦略資源がプラスされるからな。まあ、まずはその資源を確保できるかどうかだけどね。最古の高位ユニット、投石機を生産しました。ガチムチ肉弾戦でもいいんだけど、オスマンだから作ってみたぞ。ちなみに投石機は古くはギリシャで使われていたそうだよ。石を投げて構築物を壊すことはもちろんだけど、石以外のものを乗せて投げることもしていたそうです。なんだかビザンツ方面に不穏な空気が、ビザンツから宣戦布告されないとも限らない。ユニットをビザンツ方面に集めておこう。投石機の実験もしたいしな。どうやら、うちの従属国にちょっかいかけてきてるんだね。これは、懲罰が必要だよな。さすがにうちの勢力圏に手を出すのは見過ごせない。脅威を排除するためにもビザンツに宣戦布告だ。まずは、こちら側に迫っている戦力を削いでいこう。微力だけど投石機にも攻撃してもらおう。土兵もしっかり攻撃していくぞ。もう一つの属国も攻撃に参加してくれてる。感謝。迫ってきた敵は駆逐できたから、今度はこっちが撃って出よう。投石機は研究が終わったので、少しアップグレードしたぞ。さあ、うちに手を出してきたことを後悔させてやろうじゃないか。オスマンの投石機が猛威を振るうぜ。ユニ兵だけでは突破できない都市も、投石機でなんとかなる。この時代に戦争を仕掛けるなら、一向の余地はあるかもな。近接ユニットの被害を出しながら、テッサロニキまで制圧。制圧した都市を整えるために、ここで一旦和平をすることにした。首都を制圧できたから、オスマンの大勝利ってことでいいよな。戦略資源を開発して、元々のオスマン領の開発も進めていく。次に備えないとな。開発するだけではなく人の配置もその都度見直す。効率よく生産してもらわないとね。ビザンツ侵攻に参加した近接ユニットを、ユニチェリにアップグレード。アップグレードなら、人口が減ることもないことに気がついたんだよな。次の戦いからはユニチェリにも参加してもらうよ。ちなみにユニチェリは、オスマン帝国の常備歩兵のことだ。火器を装備した精鋭の歩兵だったそうだ。各国が火器を装備した歩兵を増やすにつれて、ユニチェリも増えたが、これがきっかけでオスマン帝国は、軍事力を衰退させたそうだ。ユニチェリが探索中にポルトガルを発見、中途半端に残ったビザンツと、ポルトガルをまとめて退場させようか。ということで国境までユニットを移動させるぞ。アップグレードした射撃砲、ユニチェリで攻め込む。では、ポルトガルとビザンツの2正面作戦を開始しよう。南北から攻め込んでポルトガルをサンドイッチしてやるぜ。投石機から射撃砲にアップグレード。火薬の力ってすごいね。まずは、ビザンツ退場。最後の都市だったんだね。はいはい、次行きますよ。ポルトガル戦もオスマン帝国近世の射撃砲で進めていく。防壁がない都市も多いから、スムーズに攻略できそうだね。戦闘力が高いこともあってサクサクだな。
雪山の近くに残っていた最後の都市を攻略中です。ということでポルトガルも退場。この大陸は解放できたっぽいから海を越えないとだな。大陸派遣軍を組織して海の向こうに向かうぞ。首都の海岸にユニットが集結。こういうユニットのアップグレードもしたし海を渡ろう。向こうの情報は何もわからない。どんな文明と文化が待っているんだろうな。楽しみだ。海を渡るオスマン帝国のユニットたちをご覧ください。この場所に上陸して各文明に攻撃を仕掛けるよう。では、始めよう。オスマンの威信を示す戦いを。歴戦の攻撃ユニットよ、かかれー。これまで戦い抜いてきたユニットに、かなわない敵はない。技術も2世代以上離れてるから余裕だな。クリーの都市が次々陥落。圧倒的じゃないか、我が軍は。よし、クリーが退場。残りはアステカとスペイン。パパッと制圧しよう。カップラーメンにお湯を注いできちゃったんだ。アステカ戦はオスマン海軍の砲撃からスタート。続いて大砲隊による都市攻撃。大砲隊は随時ロケット砲へアップグレードしている。射程が上がり、威力も格段に上がっているぞ。特に見せ場もなく、アステカ退場。お前、他の文明を適当に扱うのやめろよな。このままスペインへ行くぞ。アステカ方面からオスマン軍が侵入していきます。もう人は見えているから陥落も時間の問題だな。引き進め、オスマンの兵士たちよ。火薬と硝煙は君たちに味方するだろう。オスマンだからこそのこの威力、目に焼き付けろ。風に太い到達。ここを落として終わりにしよう。どんなに硬い人でもオスマンの前では無力なのさ。ということで、強化力の攻撃ユニットで遊んでみた結果、オスマン帝国の圧勝で終わりました。オスマン帝国の攻撃ユニットはとんでもなく強かったな。なかなかの爽快感で楽しかったよ。またやりたいね。さて、次はどの文明でやっていく予定なんだ？そうだね、大英帝国のあの国に行ってみようかなと思っているよ。ということで、次回もお楽しみに。バイバイ。